一番怖いのは孤独と言っておられましたが、今もそれは感じるときありますか？あるね。やっぱり、孤独はやっぱり嫌だよね。怖いよね。特にこう、有名になるとさ、日本中さ、どこ歩いてても、あ、武井さん、武井さんって声かけてもらえるし、それは、世の中に誰にも知られてなかった頃より、孤独を感じやすくなると思ったね。誰にも知られてないときは、知らない人が俺に気づかないとか、俺に話しかけてこないのが当たり前だから、寂しいとも思わないんだよ。だけど街歩いてるとさ、最近はすごく声かけてもらえるんだけど、声かけてもらった後が寂しいんだよね。声かけてもらって、あ、武井さん、写真撮ってもらっていいですかとか、カシャーとか撮って、ありがとうございますとかつって、そのままスーって去っていくわけじゃん。ああ、人とこういう風に接触を持ったのに、相手からしたら、あ、有名人がいた、写真を撮った、よし、撮ってもらえた、満足。で、そこから先さ、何の関わりもないわけじゃん。だからより孤独を感じたよね。向こうは知っているけど、こっちはその人を知る由もなく、また、公の中の一人に戻るんだなって思うと、なんかよりこう、人に知られてるって本当孤独を感じやすいんだよね。だから、孤独となんとか向き合いたいなと思ってはいるけど、やっぱり孤独じゃない時間をこう、共有してくれる人が近くにいる時間の方が幸せだなって感じるから、まあ、仲間を呼んだりとか、女の子に遊んでもらったりとかさ、なんか、友達に遊んでもらったり、そうだな、後輩と楽しい話したりとか、そういうのが、やっぱり一番自分の心がこう、なんだろうね、そういう時間を過ごしてる時ってのは、やっぱりあんまり長く感じないし、寂しさも感じないから、豊かなんだろうなと思うね、そういうのはね。孤独は嫌だね。売れたら孤独って聞いたことあるなって。そうかもしれないね。売れる前ってさ、ほら、まだ下っ端だからさ、テレビのスタッフとかもさ、結構、なんていうの、対等に喋ってくれたりするのよ。たけちゃんとかつって、どうなの最近って、最近テレビ出てんじゃんみたいなって言ってくれるんだけど、そういう人がね、減ってくんだよね。あ、おはようございますとか、たけさんおはようございますとかって来られて、今、打ち合わせよろしいですかとかって聞かれちゃうんだよ。よろしいよって、もう、その丁寧な問いかけにずっと答え続けるのがすごいしんどくなってくるんだよね。で、俺らもさ、ほら、やっぱ浜田さんとかさ、なんだろう、そういう大御所の人のところ行くとさ、そうなりがちだから、それもわからんでもないんだけど、でもあんまりにもこう気使われて打ち合わせとかばっかりになってくると、もう距離感しか感じないよね。仲良くなりようがないよね。丁寧すぎる打ち合わせとかね。今、よろしいですかみたいな。よろしいに決まってるじゃん。仕事しに来てんだからっていう、もう思っちゃう時とかあって、もうそれで元気なくなっちゃう時は、はい、大丈夫です。はい。ここで、こういうくだりがあるんですが、こちら、問題はありませんかねみたいな。いや、大丈夫ですよ。OK だから現場来てんですから、つって。ダメだったら先にダメだって言っときますよ、多分、とか、思ったりとかしても、すごい丁寧にしてくれちゃうから、もうさ、丁寧すぎる人と仲良くってなれないじゃん。要は、もう、下から来られちゃったらさ、トンって自然に普通に話しかけてくればいいのにさ、武井さんよろしくお願いしますみたいな打ち合わせお願いしますって来てくれればいいのにさ、おいよーっつって、よろしくーっつって、今日は何面白くなっちゃう感じですかなんて言いながらやりたいんだけど、売れるとなんか、やっぱりみんな距離が離れてくなってみんな一回は感じるんじゃない？だけどそういう中でも、そういうのを受け止めきって陽気に楽しくお話できる人が結局最後残るだろうなと思ってるから、なるべくそういうのも受け止めきって楽しく、こっち側が楽しく先にするべきなんだって最近はすごく気づくから、そういう人を柔らかくするのは我々なんだっていう、あいよあいよーっつって、 OK に決まってんでしょ、座んなさい、座布団はいはいとかつって、はいよろしくお願いしますつって、できたらそれがいいんだろうなと思ってるな。そういう自分でなるべくいようと思うから、なるべく楽屋とかではご機嫌に過ごすようにしてて、誰かが来た時もご機嫌で返せるようにしようって思ってる。だからそれをね、自然にできるのがね、ブラマヨの小杉くんとかなんだよね。あの人はもう本能でそういう人だから、すごい、いつでも明るいし、誰に対しても陽気だし、本当にこう、
なんか心の陰の部分があんまないんだよね。だからすごいよ、尊敬してる俺はもう。小杉くんとやっぱり仕事するといつも、あ、こんな風に人と接したらそれは愛されるわって思う。うん、絶対仕事なくならない、あの人。俺はやっぱりさ、元の性格がさ、そんなにこう、馬鹿陽気なタイプじゃないからさ、元はちょっとやっぱり陰なとこあるからさ、やっぱりもう一人の自分を出していかないと、そうなれないとこがあるからさ。うん。そういうとこあるんだよね。気をつけようと思ってます。